休みだから。サッカー教室今日から休みじゃないか。親どうしたんだよ。父親はいないみたいよ。母親はどっかに働きに出てんじゃない。今日お母さんに会いに行かなきゃな。うん。起きろ、行くぞ。まず、よく見とけ、やろう。あの人、お父さんじゃないのか。お母さんとこ連れてってもらうの。どうや。違いみたいだったな。なんか苦しいこととか悲しいことがあったら、これを鳴らすと天使が来て助けてくれってさ。よろしい。ほら。ちょっと思ったんだけど、お前今日お母さんあったら、お母さんとこ泊まんだろ。うん。俺どうしようかな。おじちゃんも泊まれば。